銀行預金の代わりに高配当株を1000万円ほど保有しています。向こう20年は売る気がなく放置して仕事で専念してきました。詐欺デストさんを見て積極的に増やしたいなと思い始めたのですが、高配当株をやめてデイトレで回した方がいいと思う。いやそれはもうその人によりますよね。それでめちゃめちゃ増える人もいるでしょうけど、まあ、むちゃくちゃ減る人もいるでしょうし、ただまあむちゃくちゃ減る人の方が圧倒的に多いっていうことだけは思っておいた方がいいかもしれないですね。ただまあ当然めちゃくちゃ増える可能性もあって、逆に考えると1000万円投資しても1000万以上負けることは、まあ、信用取引使わない限りないんですけど、デイトリードとかだったら信用取引でも まずないと思うんですけど、勝つ時は1000万円が1億になったりとかっていう可能性もあるわけですから、もともとのリスクリターンがリターンの方が大きいから、当然勝てる可能性の方が少なくても、まあバランスとしては当たり前なんですけどね。まあ、それはもう適性とか人によっていろいろありますから、旅ワーケーションさんが向いてるかどうかは僕には分かんないので、まあ少なくとも僕を見て始めるっていうのはあんまり危険かなとか思いますね。質問です。現在20歳で、現在資金を入れないで値動きを見て考えることをしているんですが、実際に資金を入れ始める時の基準とかってありますか？自分が勝てると思っ、その値動き見てて勝てると思ったらでいいんじゃないでしょうか。でまあ最初ロットとかでやって勝てなかったらまた見ることに、戻ったらいいと思います。大事なのはもうその最初に自分にとってたくさんのお金を入れて、で、ダメになってやめていくっていうのが一番もったいないので、初心者っていうのはものすごい才能があったとしても最初は分かんないわけなんで、ルールが分かってないわけなんで、野球の大谷選手も最初は絶対野球うまくなかったはずなんで、ただめちゃめちゃ才能はあったわけじゃないですか。やめなかったから今があるわけで、でも最初になんかボコボコに やられてもうやめたってなったら今がないわけじゃないですか。絶対最初は誰でもどの競技でも最初は絶対に下手なんで、その下手な時にすごいお金入れるって、まあ、矛盾してるますよね。なのでよく、退職金が入ったからとかそういうので株を始めたりする人もいるんですけど、その最初のめちゃめちゃ下手な時にたくさんお金を入れて退場するっていうのだけは避けてほしいなと思います。